おはようございます。ミスターマヤミさん。いつもご連絡ありがとうございます。えー、昨日ミスターマヤミさんが言われたような心境の変化っていうのね、大事だなというふうに言われてましたけど、まさにそうなんですよ。えっ、ー、と、私もですね、同じような あの気持持ちを持っていますというのが私はね多分ね他の人多くの人と違うのは解釈力なんですよね一つの現象を見てどう感じるかっていうのが多分全然違うからこうなってると思うんですよ私の発言って当たり前なんだけど独特のような気がするというふうにね評価をよく受けるんですけど私でもそう思うんですよ、うん、ですからミスター真弓さんが以前ね、まあ、あの出張を命じられたとかね 転属を命じられたたこんなエピソードがありましたよねそれについてその時は「え何、ー、だよこっちの都合も考えてくれよ」と思ったけども今は同じ指示を思い出した時にいやこれはこれでよかったかなっていうふうに思えるようになるとねこういう解釈力が違ってくると全てがねバラ色に見えてくるわけなんですよ。 私が思うのは人っていうのは思ったことがそのまま実現するといつも思ってるんですよなぜなら人っていうのはほとんどねあの7割ぐらいが水でできてますよねでも自分の脳で考えたことってきっと電気振動電気信号ですか波動なんですよ波動だからその波動が自分の水を揺らしてそれがあ、まあ、水でできてる世界をね水の惑星地球をですね動かしてると思うんですよですから自分が心からどんな振動を起こすか自分の体がどんなバイブレーションを持っているかその波動があ世の中に どう伝わるるかかによっっっててててこののの現実ってのはできてるのかなってちょっとねあのオカルトチックですけどもそう思ってますよね私のファンタジーなんで科学的根拠はありませんそう思っていた方が結果良くなるかなと思ってたらまあ私は良くなったってことなんですけどねさあそれでね世のため人のためとかあの人のためにやるとかね誰のためにやるっていう概念もありますねで私が考えてるのはこうなんですよすごくシンプルですゴミが落ちていたら拾う花が咲いていたら目でるこれだけなんですよ で、あの,めでるっていうのは愛するってことなんですけども花が咲いてたら「わか可いいな綺麗だな」と思うじゃないですかでゴミが落ちてたら拾うじゃないですかこれを私はね自分の庭だろうが他人の庭庭だだろろううがが他人やってるっててるなんですよでも多くの方ってのは自分の家は綺麗にするでもみんなのものとか人のものは汚くても気にしないとかねで自分の家の中だけあの綺麗な花咲かせようと思ってるでも他人の家とかそこら辺の公共物が汚くても何とも思わないみたいな感覚を持っって。 いいるんんないかなかと思うんですよ極端な人はね自分の家は綺麗にするけども道路にはゴミを捨てるみたいなねタバコの吸い殻を自分の部屋にはねこうやってポンポンポンって落とさないと思うんですよ自分の部屋の畳の上とかフローリングにはでもでもですよ公園に行ったらその辺にポン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 ってやるじゃないですか道歩いててもアスファルトの上、ね、にポ,ポンポンってやりますよねだからみんなのものはねゴミ箱としか思ってない人が いるのののののの中でで私ははみみんんんなな場場場場所所所所っってて当然自自分分ととととイイココーールルだだ思思ますすしもよ要するに地球ってものの上にいる限りそれがね誰かの所有物とかテリトリーってものはないと思うんですよでも精神的なテリトリーとかあります、えー、あの緑に人の近くね2メートル以内にあの入っちゃいけないみたいなそんなねなんか防衛ゾーンとかもあるみたいですけどもあの自分が両手を広げた時に人にぶつからないようにはしようと思うんですよ私の自由ってのはその程度なんですよ 私の自由ってこういう風うなことを気にするってことかなと思います。さあ今日のねミスターまゆみさんとのやり取りもあの一般公開ですけども他の人のね何かあ役に立てばこれも幸いだなと思って公開しておりますまあ、通常ですねこういう風な誰かと私のやり取りっていうのは限定公開を希望される方が多いんですけどもこれね限定公開じゃなくて一般公開にした方が絶対得なんですよこれは多くの方言いますけども何で得かっていうとそんなねあの言えないことを言ってるわけじゃないんですよ で特別な情報に見えてもそれはね世の中でありふれてるんですよ。だから内緒にすればするほどどん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 陳腐化していきましてでチャンスもなくなります。私とミスターマイムさんがどんなね心の付き合いをしてるか私と C のギャステラーがどんな心の付き合いをしてるか私と高級石屋キムさんがどんなね毎日の付き合いをしてるかこういうことを知ることによって、まあ、私のてーう人間もどんどん見えてくると思いますし皆さんも本音できることがどういうことなのかっていう風に近づいていくと思うんですよ。さあ本日は以上ですけど皆さんどうお感じになったでしょうか 喋ってますよね何気なく喋ってますけども10秒として切れ目がない「あ」とか「え」とか「う」とかっていうこういう大気音が入らないこういったことをあれ全然喋り違うなーって感じれたらまあさすがだなと思いますけど皆さんいかがでしょうかそれででは以上です